ファルケンは1983年に誕生したオーツタイヤのブランド。2003年に住友ゴム工業がオーツタイヤを買収した後は同社のグローバルブランドとして欧米を中心に販売している。スポーツマーケティングを積極的に行っており、2015年からはメジャーリーグベースボール、欧州サッカー、レッドブルエアレースワールドシリーズなどの協賛を行っている。ファルケンは ブランドステートメント、ON ザパルスから高なる鼓動、動き出す瞬間を掲げ、品質評価の厳しい欧州市場をはじめ、米国、インド、中国、豪州へマーケットを広げている。アジーニス FK5102018 年現在、大津タイヤ時代から展開していたファルケンブランドが、住友ゴム工業より製造、販売されており、近年は、アダック氏、 オートビル都市などの欧州雑誌テストでも高評価を獲得している。基本的には住友ゴム工業の保有ブランドであるダンロップと同じ技術が採用されており、同社の得意とする低燃費性能や運動性能に優れている。ファルケンカラーのジブコエッジ540レッドブルエアレースワールドシリーズに参戦する室谷義秀とサポート契約を結び、チームファルケンとして参戦している。 主翼とパイロットスーツの前面にファルケンのロゴを掲示している。チームカラーは2016年まで以前からのシルバーだったが2017年第2戦からはファルケンカラーとなった。住友ゴム工業はレッドブルエアレースが日本で開催される際のナショナルパートナーでもある。2017年チームファルケンはフィナール4で13.026秒でコースレコードを記録。 2017年度シーズン4度目の優勝、そして初の年間総合優勝を果たした。2015年のニュールブルクリンク24時間レースに参戦した、ファルケンのポルシェ9911999年以降、世界一過酷なレースとも言われる、ニュールブルクリンク24時間耐久レースに、ファルケンモーターズボルツとして参戦を続けている。また、オフィシャルスポンサーとして、 同レースに協賛することで、モータースポーツの発展に貢献している。ファルケンが、メジャーリーグベースボールとスポンサー契約を締結、住友ゴム工業。 h t t p s w w w s r i g r o u p c o j p n e w s r e e l e s e 2 0 1 5 3 2 0 1 5 1 0 6 h t m l 2 0 1 8年5月13日、閲覧。イングランドプレミアリーグ、リバプール FC と ファルケン、ファルケンブランドでスポンサー契約を締結。住友ゴム工業。http コロンスラッシュスラッシュ www.srigroup.co.jp スラッシュ n e w s r e l e s e スラッシュ2017スラッシュ3スラッシュ二零一七零七三 html ハット、レッドブルエアレス、質屋選手、あいきよ。 ファルケンからはニッシから、自動車業界ニュース、からカーベ、自動車、レッド、ブルエアーレースワールドチャンピオンシップ2017にて、チームチームファルケンファルケンの室谷義秀選手が、シリーズチャンピオン獲得、住友ゴム工業。 h t t p w w w s r i g r o u p c o j p n e w s r e l e s e 2 0 1 7 s r i 2 0 1 7 1 1 4 h t m l カット・ニュールブルクリンク24時間レースで、ファルケンモータースポーツチームのポルシェ 911gt3r が総合3位入賞。 すみとも工業、http コロンスラッシュスラッシュ www.srigroup.co.jp スラッシュ n e w s r e l e s e スラッシュ2015スラッシュ3スラッシュ2015059 html ありがとうございます。